日本大阪府東大阪市、コアカゴーコアカゴーは、大阪府東大阪市の町名。現行行政地名は、コアカゴー1丁目からコアカゴー4丁目。コアカゴー1から4丁目が存在し、近畿大学は、地域の東の3丁目にあたる。学生外に多く見受けられる学生向けの低価格の、飲食店や24時間営業のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどが多く、 生活の利便性は高い。また、平地が多く、坂と言えるような高低差はわずかに村の西端にある、旧山戸川の堤防跡の緩やかな坂のみであり、自転車などでの移動が容易である。ただし道は狭いため自動車での移動はしづらい。西に外れた、肘や西一丁目に、近鉄長瀬駅があり、最寄り駅となっている。また、地域東には、 旧大阪中央環状線が通っている。小赤郷村は市町村制が施行される明治22年4月1日まで和解軍に存在した。明治22年4月1日に大見堂村、友井村と合併し、水戸村の一部となった。大正14年に財団法人日本大学によって日本大学専門学校がこの地に設置され、それが現在の近畿大学へと発展した。 この日本大学専門学校の誘致に取り組んだのが、コア郷村の庄屋の家柄であった。中郷地チには、怖いコア郷、恐ろし、大見堂という言葉が、現在も伝わっており、他村から農事に励む両村の農民を指して、そのように表現されるほど、小赤、江村の農民は農事に励んだと言われている。現在は、近畿大学の学生の町となり、それらの農家の多くが、 学生向けのワンルームマンションなどのオーナーに転身している。また、大阪電気軌道が上記の竹村亀二郎の誘致により早くから引かれたことから、この地域は戦前から住宅地として明け、太平洋戦争による空襲の被害を免れたこともあって、現在でも築年数が70年を超える住宅が多く見られる。そういった経緯から、 狭い道路が入り組むなど地域内の状況は雑然としており、再開発の必要性が叫ばれているものの、借地権や借屋権などの問題から再開発は遅れている。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。なお、一丁目から三丁目の各一部は調整区域である。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。